ライトのね手元が映ってると思います、このねガルウィングオーバーステアリングっていう長い名前のステアリングなんですけども、まあ、いわゆるハンドルですよね。これって操作しにくくないですかっていうふうに私も思ってましたし聞かれたりもするんですけど、まあ、そんなことは全然ないんですよ。握ってみるとなんでこの仕様のね車が世の中にこれしかないのかなって思うぐらいすごくね握りやすいし操作しやすいですね。まあ、これが原因で事故を起こすってことはまあないんじゃないかなと思います。ね、ぐる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 回すことも普段からないですしね。それからやっぱり大事な車なんですごく丁寧に運転するような習慣がつくんですよ。車間距離もめちゃくちゃ取りますからね。やっぱ私なんて特にまだエンジン系とかブレーキ系とかにすごく不安があるんで、どんな時でもパッと止まれるように車間距離をそれこそね 50m とか取ったり、渋滞しそうなところには行かなかったり、ほんとほとんど田舎道しか走ってません。まあ、そういうところで日々こうやって毎朝ね30分とかを練習しながら温度計のタイミングも体に覚えさせながらですね、それからの車間距離もそうなんですけども、車幅距離って言いますか、左ハンドルならではの、中央線にどこまで寄せるかとか、それからキープレフトをどこまでできるかね、歩行者とかバイクにどのぐらい配慮して運転できるかっていうのもすごく大事なことだと思うんですよ。そちらの方をもっともっとね、私の場合運転も下手なんでよく練習していかないと、ずっと私もね大型車に乗ってたんですよ。大型車っていうか普通車なんですけども、3ナンバーねセルシオのでっかいタイプにずっと乗ってたんで車幅感覚はあるかなと思ったんですよ。でも数値上はトランザムの方がセルシオよりちっちゃいはずなんですけど、ただねローダウンしてるせいかものすごく大きさを感じるんですよね。まあ、そういうのも込みでまた初心に帰ってナイト2000に運転を鍛えてもらっているような感じで乗っております。いやー楽しいですよ。でも本当なんか幼い頃ね自転車で走った田舎の風景を憧れながらいつかは外車に乗るぞって憧れた風景を今本当にその車で走っている、このドラマティック感ね、これ本当にこれが夢だったらもうねいつ覚めてもいい感覚です。夢なら覚めないでくれって思う気持ちもあるんですけど、もうね一つ一つ自分の思い描いたものが叶っていくと、もう本当は大きな満足感と一人では何もできないなっていう感謝感動に包まれますね。それではですねハンドルのシーンを終わろうかと思います。ありがとうございます。ちょうど信号待ちなんで録画ボタンを停止に押させていただきます。